速稼塾の久保です。今回の西成浩二さんの動画なんですけども、ただみかんを食べるというね、まあ、一見このどうしようもないというかね、しょうもない動画なんですけども、でもほとんどの方はね、しょうもないと思ったら動画撮らないし上げないんですよ。でもそこにですね、浩二さんの行動力があるわけですね。まずやってみようと。確か久保さんも菓子パン食べてるところ動画上げてたよな、こんなのでいいのかなって感じでみかんを食べてるところを上げるわけなんですよ。そして見てる方としては、なんかオチがあるだろうと思ってずっと見てるんですけども、まあオチらしいオチはね、ちょっとまあないかなっていうところもありまして、まあ最後にね、一言二言語ってるんで、そこを見ていただきたいんですけども、やっぱこういうのでもね、ドラマができるんですよ。よく映画の手法で主人公がずっとね、無言でこう表情を変えずにじっと見ているところがあります。それは視聴者さんが主人公の気持ちを考える余地っていうのを、この脚本家演出家が残してくれてるんですよね。まあそういうこともありますんで、まあ無言だからといって何も語ってないわけではないんですよ。まあ確かね、英語ではね、無言ほど騒がしいものはないっていう、こういうことわざがあったと思うんですけども、まあでも浩二さんのこの動画にいろんな意味をこう感じ取ることができるんじゃないかなと思うんですよ。そして私がね、最もこれは、これがまさに YouTuber の本質だなと思うのは、まずやってみるってことなんですよね。うん、やっぱり打算的にやらないことよりも、まずやってみるっていうのが、もう100本も200本も先を行くんですよ。まあこういった意味で、浩二さんの動画結構ね、私は素敵だなと思うわけなんですけどね。皆さんもよろしかったら、この動画概要欄から、どれだけしょうもないものなのかなってことを興味で見ていただいて、見た後に自分が感じたことっていうのをね、噛み締めてみるのはいかがかなと思います。そして YouTuber を目指していながら、まだ動画を上げてない方はね、この浩二さんの行動力に、まあ脱帽していただきたいかなっていうのが私の思いですね。それでは次回も楽しみにしてください。